はい、午後からですが、橋の下 A 地点の方に来ました。今横には支援者さんが来てくれています。どうですか？いや、今ここに立った瞬間にもまた薬品の匂いがしてます。薬品の匂いしてるそうです。ごめんなさい、私の鼻にはお線香の匂いしかしません。では川岸の方に降りていきます。はい、カメラ回してます。いかがですか？ご感想。アメンボがいます。生き物を探してますが、アメンボちゃんしか見当たりません。ヘドロがすごいですね。ヘドロすごいです、ちょっと残念なことに、しかもゴミが流れ着いています。上流に民家はないはずなのに、こんなジュースの空きパックが流れ着いております。やっぱ匂う？匂う。何が匂ってる？やっぱり水が匂ってる？空気が匂ってる？どっちかわからないのに、山から来てるのか川から来てるのか。こんなに田舎で、こんなに、ね、山に近いところがこんなにヘドロだらけで、なんかやっぱおかしいなって感じます。やっぱおかしいよね、これね。都会の川じゃないんですからね。で、都会やったらわかるよ。周りにね、住宅地がいっぱいあって、ね、生活排水がどんどん流れ込むようなところやったらわかるんやけれど、ここ違うもんね。ここすぐ山から流れてきてすぐのところやからね。もう山は隣ですからね。そう。なのにこんな都会と同じぐらいのヘドロで。昔はって言ってよう言ってるんやけど、つい数年前、3、4年前、つい3、4年前までサワガニがいてたんよ。そう、本当に環境の変化が急激に変わってしまったね。そう、急激に3、4年、そんなもんやね、そんなもん。3年前、2018年に縄代枯れてんねんね。だからその辺からおかしいの。その前の年は何ともなかったんやもん。違いって言ったら違い、ここにちょっと場所変えた瞬間にすごい匂いがきつくなったので、やっぱり水なのかなっていう気がします。やっぱ水匂ってる。なんかここら辺はもう風とかよりは常に匂いがします。ほんま、いや私の鼻でもわかるわ。やっぱ水やね。薬品のね、匂いがね。流れてるところよりもちょっと溜まってるようなところの方が匂うかな。そうかもしれない。ここちょっと咳がありますね。そっちの、ね、その辺とかちょっと溜まってるもんね。溜まってるね。だからね、昔やったらこういう砂溜まってるやん。こういうところに金剛車が見えたの。赤くね、砂が溜まってたりするんやけど、今もあんまり分からへんね。それよりも本当に砂よりヘドロがね。ヘドロすごい。このヘドロってのこのドロね。ちょっと今ビーカー持ってるんやけど、ビーカー置いて、ちょっと石ひっくり返してみるね。物ついてる？ついてないね。下にもいてないよね。貝とかもいてないやん。ね、いてない。タニシとかいそうな。そうそう。タニシとかね、カワニナとかね、そういうのがよくいてたんよ。なんか二枚貝みたいなのもいてたし、巻貝類もいてたし、全然ないね。姿も見えへんのよ。姿もないし。切ないな。泡立つやんか。この下流の方はどうなんだろうね。朝日が丘の方はね。一階の万代のあたりがすごい赤くなって匂ってたっていうやんか。で、その辺の。だけどさ、これさ、仮に
汚染された水が川に流されているとして、下流に達するまでに薄まるから OK と思う？ないよ、川。そもそもさ、農業に使われへん水が川を流れていくっていう事態がおかしくない？それをね、どうやってこう解明できないというこの一般市民の、うん、もう全然知識足りへんのよ。ここでね、なんかそういうちゃんとした科学の人が目で入れてくれたらね、うん、いろんなことがわかるんだろうな、うん。でもやっぱりその基準値っていうのもあるしさ、なんか環境基準とか排水基準とかそういうのが満たされてるから OK っていうようになっちゃうんじゃないんかなって、うん、そんなんでしょうね。ね、それか雨の時に合わせて流してはるか、薄まるからいいわっていうので流してはるか。この間の雨の後こんなに澄んでなかったんです。もっと泥巻き上がったような汚い状態でした。昨夜結構降りましたもんね、うん、すごかったね、うん、周りには澄んでる感じがするんですね、うん、昔こんなん違かったんですよ。もっとあのそこの砂がよく見えるような感じで、はい、こうね、あの混合車が溜まってるのがキラキラキラって見えるような感じだったんですけど、なんであんな黒いんですかね。ここだけほんまに色が違うのが気持ち悪いですわ。